何？このまま乗るだけでいいの？そうです。さあ今日はですね、母ちゃんと2人で来ましたけども。わお、That father is dead and burned。今日は何しに来たかというと、まあこの冬始まるね、僕たちのスキー生活に向けて、まあこのタプンタプンに緩んでしまったこのボディをやっぱ引き締め上げないといけないかなと。だからね、今日はとあるね、健康機器を販売しているショップにね、お伺いしてみたいと思います、はい、今日チビたちいないけどね、あの仲良くやりたいなと思いますのでいつもみたいに喧嘩しないようによろしくお願いしますよ。お願いします。さあ母ちゃん到着したよ、はい、今日来たショップはここです。ドクターエア。今日はね、ここにちょっとね、新製品をね、お試しさせてもらいに行ってみようと思います。はい、行くぞ。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。僕はですね、父ちゃんは天然パーマという YouTube チャンネルをやってます、池さんって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。カタちゃんって呼んでいいですか？はい、今日はよろしくお願いします。さあね、僕たちあのこれから冬スキーやるんですけども、はい、まあね、だいたい見てお分かりの通りもうかなりね、緩み切ったタプンタプンボディ、これをですね、まあ冬のスキーに向けて少し引き締めたいなと思っていたら、ドクターエアさんから新製品が出るっていうことで、あの池さん試してみたらってお声掛けいただきましてやってきましたけども、このブルブルたちをたくさんありますね、カタちゃん。はい、ありますね。どれが新商品、新製品になるんですか？今回ご紹介するのがこちらですね、スリリスーパーブレードのプロになります。スーパーブレードプロ。はい、プロです。おい、プロらしいぞ。プロです。どんな特徴があるか最初に教えてもらっていいですか？はい、あのこちらはですね、結構に、はい、あの人気の 3D スーパーブレード S からまた新しく機能が追加された新商品になりまして、はい、乗るだけで体幹が鍛えられて、まあ、お家の中で本当汗もかいてエクササイズができるというものの新しい商品になります。乗るだけでいいんですか？はい、もう乗っていただくだけで。そうです。じゃあ早速池さんからですねどうぞどうぞ挑戦させてもらいたいと思います。はい、これ何、このまま乗るだけでいいの？そうです、真ん中あたりからちょっと足をこう、はい、乗せるような感じで、こうじゃあ乗っちゃいます。はい、おっと、おっ、これ乗り位置は、乗り位置はこの状態で、はい、ここから外側に足を大きく広げていくことできそうですか？もうできますよ。あ、そうですそうです、はい、そうです。今膝が曲がってしまってるので、はいはい、しっかりと伸ばすような状態で乗っていただけるとどうでしょう？そうですね今まで体験したことのない揺れが今ここを襲ってきてますけども、これは大丈夫ですかね？大丈夫です、はい、大丈夫です、膝は伸ばして、そうです、この膝を伸ばして足を大きく広げるっていう乗り方で、はい、このお腹周りをやることができて、今この辺が揺れを感じてる。まさに今僕がどうにかしたいわがままな奴らが非常に揺れてる感じですね、はい、いいですね、はい、これを、まあ、ずっと乗っていくわけなんですけども、はい、でここから今回 3D スーパーブレードのプロで新しく追加されたコースがありまして、はい、今多分こういう揺れしかないと思うんですけど、はい、よく揺れ、ここからですね、今ちょっと変わって、おっと、バイブレーションが追加されましたか？これ、そうですそうです、バイブレーションが追加されました。はい、なるほど。さらにね、僕のこのたるんだわがままボディたちがシェイクされてる感じが、シェイクされてますね、はい、ものすごいします。あ、これも膝ピンと伸ばす、ピンと伸ばす状態 で、これでお腹周りです。でここから、はい、例えば足を曲げるっていう、膝を先ほどちょっと曲げてたと思うんですけど、はい、そうですね、この状態にするとお腹の振動が止まって、っ足だけに来たりとか、今すごい太もも、今ふくらはぎ、はい、にものすごい、あとはそうですね、この状態でキープしていただければ、はい、ちょっと今じわじわ汗もかいてきて、そうなの、もう早くもね、ちょっと体が温まってきた感じがするんですけど、結構きますね、これね、太もも、これはスキーにいいんじゃないであるか。そうですね、はい、スキーで使う体幹のトレーニングだったりとか、はい、あとは足の筋肉とかも今この状態で鍛えているような状態になっていくので、うんうん、
よいしょ、よいしょってスクワットしなくても、この体勢をキープすることで、はい、同じぐらいの筋力トレーニングになってると。そうですね、結構ね、辛い。そして意外と辛いですよね、うん、まあそこそこ辛いし、ちょっとね、汗もかいてきてしまってます。そうなんですよね。運動が苦手な人とか、うん、普段から運動されててトレーニングを家の中でしたいって方にかなりおすすめになりますね。秋っぽい人にもいいかもね。あ、そうですね。立ってるだけでいいでしょ、これ。そうです、そうです。例えばテレビ見ながらとか。そうですね。読書はできねえかな、さすがに。音楽聴きながらとか。はい。なるほど。ながらでできるってことかな。そうです。理想はもうテレビが見える位置とかに置いていただいて、父ちゃんの天然パーマをテレビで見ながらこういうので鍛える。これね、本当にね、結構きつくて太ももにめっちゃきます。で、膝を伸ばすと、そうです、ここちょっとちらっと見せるけど、お腹がさ、まさにこの一番ね、ぽっこりしてるところが一番揺れてる感じがします。これ正しい？正しいです。もっと前の方をやりたいって場合は、ちょっとガニ股になって乗っていただくと、より、でこの状態もまた膝をそうですね、伸ばしていただくと、多分よりきつくなるんではないかなと。これはちょっとね、今日初めて体験するビギナーにはね、刺激が強すぎるかもしれない。強すぎますね。これ僕なりに気づいた点があるので、はい、一つちょっと言ってみてもいいですか？あ、はい。実はね、非常に頭が揺れましてですね。はい。なかなか僕の、わがままなボールたちが、すごい中で大暴れをしてる感じがしてまして。はい。これは何か効果があったりとかするものでは？強くなりますかね。本当ですか、これ。できたな、その辺はちょっとわからないですね。まあ、少子化問題にももしかしたらいいかもしれないね。出るかい。面白いぞ、あの姉さん。はい、ありがとうございます。なるほど。あと、汗がだんだん体が温まってきました。ご自身動かなくてもこのぐらい汗かくので、まあ正直立ってるだけだから楽ちんじゃ楽ちんですね。ああ、結構お尻も揺れるしね。そうなんです。お尻がね、見える、俺の美しいヒップライン、俺もね、結構揺れてるから、女性には止まらない部位をこう、あれですね、刺激してくれるのかなね。とかあって、いろんな方法確かにあるんですけど、はい、せっかくなので、はいはい、じゃあこれですね、はい、持ち方はこれ、持ち方はこの状態で、はい、でここからまた膝を伸ばした状態でギュッと引き上げです。もっともっと上げられるので。そうです。おー、キープですか？キープですね。キープも、はい、この状態でキープしていただくと腕ですけど、はい、例えばもうちょっと中心の方で、こう、そうです、お腹寄りで、ここはあんまくっつけないような状態でキープしていただくと、はい、さっきより腹筋使うと思うんですね。確かに。あ、でここから、はい、今先ほど乗ってたよりももっと腕とかも一緒に鍛えていきたい場合は、これでダンベルのように。なるほど。あ、一石二鳥。そうです、そうです。時短ですよね。この揺れで動いてるのは有酸素運動になるんですね。汗をすごくかく。めっちゃ今かいてるの分かるかな、汗。めっちゃ汗かいてる。あとはもっときつい乗り方ですと、こういう広げながら、そうです。うん、これダヴィンチの絵にこういうのありましたね、確かね。それじゃあ僕はダヴィンチスタイルと名付けようかなと思います。結構きついんですよ、お腹も結構きますし。やばい、もうね、いろんなところを同時にやられてる感じで、たまらない。きつくなったら絶対許して。今10分ぐらい、10分もやったんですよ。めっちゃ汗かいてるの分かる？めっちゃ汗かいて、近い。もうね、ちょっと暑いからね、パーカーを脱ぎたい。すごいですね、汗。これ、もう効果実証。この汗、はあ、やばい。背中はどう？あー、びしょびしょですね。にじみ出てるよ。誰が親汁じゃい。たった10分さ、この揺れ揺れマシーンに乗っただけで、この運動量やばい。これカタちゃん、はい、これすごいですね。ありがとうございます。そうですね。それじゃあね、カタちゃん、次ね。はい、次は母ちゃん、うちの母ちゃん、はい、ちょっと特訓してもらおうかなと思います。お願いします。お願いします。かしこまりました。いいよ。はい、大丈夫です。
すごい、思ったよりも思ったより耐えるって結構すごいですね。特にどこがやりたいとかあれば。お腹周りです。そうそうそう。そしたらもうお腹をやる場合はもうこの状態でもいいんですけど、できれば例えば前の方だか先ほどみたいにちょっときつくなりますけど、ガニ股で乗ってあげたりとか、これだけで大丈夫です。足の向き変えるだけで違うところに振動が来てる感じです。10分かなちゃん、ケツ揺れてるぞ。いいぞこれまだまだあのスピードって実はかなり調整できて、はいはい、マシャにはスピードフルマックス、ちょっと待って、フルマックスにします。なんか怒っそうなぐらいしっかり、はい、妻が、これが揺れてる。もう無理かも。頑張れ頑張れ。おー妻が、妻が見たことない動きになってる。バグが起こったロボットみたいな動きになっちゃってる。これは効いてる気がする。意外と難しいですよね、同じ姿勢をキープするってだけで。それが結構体幹を鍛えるポイントだったりするので、ご自宅ではもうテレビとか見ながらで姿勢がこうガラガラしないようにキープしてる。そこだろつな。そこだろつな。今ねすごい揺れてるんだよ。何がすごい？あの体への負荷。私スノーボードやるんですけど、すごいいいあの体幹トレーニング鍛えられるし、まあ、あとは本当に揺れやすいお洋服で買っていただいた方が、はい、緩めの服で取ってあげる方がよく揺れて、その方が引き締まりもしやすくなるとか、体がすごかった頭できましたかね。さあ妻がレクチャーを受けてる間に、僕はですねちょっとさっきから気になるマッサージチェア見つけたんですよ。ちょっとねマッサージチェアをねこの間に試してみようかなと思います。こちら気になるでしょう、これなんかスペーシーだよね、こうレッツトライ。いいこれもバイブレーションと、それからこのローリングサンダーがね、俺のこの背中と腰の凝り固まってるところを、おおバイブレーション、おいい、おやべえなドクターエア、すげえいいぞこれ。もしかしたら俺こっちの方が欲しいかも。応用編じゃないですけど、例えばあの椅子を使って足を乗せるような感じで、スキーって多分下半身の筋肉ものすごく使うので、疲れたりとかするときにこの状態とかで吸ってあげるだけでもちょっと軽いストレッチみたいな気がしたかもできるんですよ。本当筋肉疲労をちょっとこう和らげてあげるじゃないですけど、で今回から搭載されたモードに、あの微振動だけのタイプもあって、なるほど、この上に座っていただいて、僕が向くような感じで座っていただいて、はい、と思って。すごい揺れてます。揺れてる。ちょっと手とかして、どうなっか、めっちゃ揺れてる。私が今一番改善したいと思っているあたり。はい、それは私も思ってるわ。ごめんごめん。そうだ。で、ここからまあ横に腕をちょっとつくような感じでやると、あ、すごいし、本当。これは効果がありそうな気がするよ、マジで。チビたちに負けないように俺らも体鍛えて、もっとさスキー上手くなんねえと。だから本当だね、うん、頑張んないと。タプンタプンしてる場合じゃねえぞ妻。1台8役ぐらい言い過ぎた。8役ぐらいで、はい、言い過ぎた。面白いぞカタちゃん。カタちゃんもこれ持ってるんですか。はい、エクササイズされてる。ございます。どういうスタイルよろしいかと思ったけど、あ、大丈夫です、モザイクかけてひどい毒舌で、すいません。今日の体験お試しレクチャーは以上になりますか。はい、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ妻よ、はい、私は今日この 3D スーパーブレードプロ、これを買おうかと思うよ。お、
マジで？マジで。君へのクリスマスプレゼントだよ。本当に？当たり前じゃねえかよ。俺が自腹で買うよ。いいね、父ちゃん。愛してるよ、妻。ありがとう。36回飲んでくれました。現実。あとですね、はい、今のご購入いただいた方、はい、皆さんにですね、うん、エクササイズバーがプレゼントでついてくるんですけど、エクササイズバー、はい、これ何ですか？あのこの部分に足をこう入れていただいて、はい、こういう感じでよろしい？これとか、まあ、ブレードに乗りながら、あ、さっきのね、ブレードに乗りながらっていう感じになるんですね。なるほど。こうすることで俺の胸板一緒に鍛えられると、はい、そうです、ね、これ、今キャンペーン期間中は買った人全員にプレゼントしてくれるってことなので、はい、クリスマス前に駆け込んだ方がいいかもしれないよ。はい、というわけで 3D スーパーブレードプロ買いました、はい、今日はね、たくさんレクチャーしてくれてありがとう、かたちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。これでうちの母ちゃんのボディが、ボディを引き締めて、そしてこの冬を迎えたいと思います。ぜひお店の方に足を運んでみてください。というわけで今日はドクターエアから 3D スーパーブレードプロを紹介させてもらいました。そして買っちゃいました。それでは次回はこれを自宅で使っているところを皆さんに紹介したいと思います。また会いましょう。バイ。Dude, that father is 10 men permed!